本日はお足元の悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。本日進行を務めます栗原市市民協議会の斉藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。定刻となりましたので令和5年度栗原市地域おこし協力隊活動報告会を開催いたします。途中1回の休憩を入れながら進め、終了時刻は正午を予定しております。会の途中で入退場を可能といたしますが、発表中はお席をお立ちにならないようにお願いいたします。発表の順番は会場前方と後方ドアに掲示してありますのでご覧ください。また報告会の中で質疑応答の時間は設けておりませんので、隊員にご質問などがある場合は休憩時間や、本日終了後に行われます交流会の時間を使って直接お話しいただきたいと思います。最後に本日の報告会の様子を撮影させていただき、後日市の公式 YouTube チャンネルで配信予定です。隊員の活動 PR のためにご理解よろしくお願いいたします。それでは早速発表に入ります。トップバッターは栗駒山麓プロパーク推進業員です。よろしくお願いします。はい、それでは栗駒山麓ジオパークの発表をしたいと思います。私、長谷川優と主導者と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、早速ですが、私の流れとしましては、まず私の方からジオパークがどのような活動をしているのか、そして振り返りをした後にですね、昨年の10月に突入しました災害対応専門とする専門医の手代よりですね、能登半島地震での被災地支援の報告の方をお話しさせていただきたいと思います。まず、改めまして自己紹介に移ります。まず私長谷川優と申します。東京都の出身でして、2011年に大学に入りますし、そこでジオパークに興味を持ってジオパークのテーマに質問を書きまして、いつか携わりたいなと思うようになりまして、なりました栗原市に2020年の4月に来まして、そこからジオパークの活動を続けております。じゃあこの栗駒山麓ジオパークとはということで、こちらですね、2015年に日本ジオパークに認定をされまして、市内全域がジオパークの認定エリアになります。まず皆さんもご存知の通り、2626メートル一番高いところが栗駒山で、一番低いところが蝉根地区にあります8メートルの場所になります。このようなにしてですね、標高差があるというのが特徴で、ここにはですね、例えばジオパークの活動のきっかけとなりました岩手県内内陸地震で発生したアドノアビスビビーや栗駒山、世界屋地、それから平野部には伊豆沼、内沼などですね、さまざまな地域の資源がございます。ジオパークはこのような資源を、まず保全して後世に残しながら、それらの価値というのを、お伝えしながらお伝えして、でそれを活用して、環境に配慮したような形でツーリズムとか、経済活動に生かしていくというこの、3つのですね、輪を、バランスよく、バランスよくですね、保持しながら事業を展開しています。じゃあどのようなことをしているのかというとですね、例えばジオパーク講座で市民の皆様に、市内の資源というのを一緒に見たりとか、あとは地域学習として、小学校の皆さん、中学校の皆さんと一緒に市内のことを勉強したり、あとは初校を通して栗原のことを知っていただこうという、授業であります、栗駒山麓ジオパーク特産商品栗駒山麓の由来というのを行っております。昨年ですね、認定をして新しく12件認定になりまして、今全部で57商品の商品がラインナップしています。そしてジオパーク認定をされますと4年ごとに再認定審査というのを受けます。
どうも、去年の12月に2回目の社員認定審査を受けまして、このように審査員が2名ですね、現地に3日間来まして、どういう活動をしているのかというのをチェックをしに来ました。そして12月に、無事に社員認定をいただくことができました。私個人としての目標としましては、任期を1年度まで延長させていただくこととなりました。最後の年ですので、栗原やジオパークに親しみを持っていただけるようなですね、イベント等の企画をしていきたいなというふうに思います。それでは、続きまして福島より報告を見せていただきます。はい、それではですね、改めまして皆さんこんにちは。私はですね、昨年の10月に、栗原の主力会に、職任いたしました私と申します。短い時間ではありますので、駆け足になったりスライドが早かったりすると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。で、私の自己紹介なんですけども、実は大崎市古川の出身でして、U ターンみたいな感じでちょっと行き過ぎたんですけども、こちらの方に、はい、ご縁いただきまして、で大学生終わってから、どんなことで災害ボランティアと、携わるようになりまして、どんどん、災害のこととか、ボランティアのこととかもうちょっと詳しくしたいな、社会人の土日を使ってボランティアしていくうちに、とある NPO さんに所属して、長いこと、5年ぐらいですかね、被災地で生活しながら、現地コーディネーターだったりとか、サポート、人材サポートだったりということを長くさせていただいてました。で、どこの団体っていうのは、オープンジャパンという団体にも所属しておりまして、石巻市の方に、日本カーシャリング協会という団体の社内団体として、車を使ってコミュニティの再建とかっていう団体なんですね。はい、で、そういった団体に所属しながら、能登半島の方に行っておりました。で、その団体で、培った経験だったりとかを担当支援で暮らしたいなと思って、1月の2日から、3月7日まで計3回、派遣をさせていただいて、能登町から2回の派遣をいただいて、こちらの方に来ています。で、概要なんですけども、外に誤差も貼ってありますので、ご覧いただければというふうに思います。で、被害状況だったんですけども、皆さんもニュースでご承知だと思いますが、青い丸はですね、津波が来たエリアになります。水戸市と能登町というところになりますね。で、黄色い丸は、集落がほぼ全壊しています。ところが悪いんですけども、空爆にあったような様子の集落もありました。こちらは、これからどう町を再建していくのかというところにも携わるかなというふうに思います。で、まだ、実は水が出ていない地域もあるんですね。2ヶ月経っても、水を補給する人とかもあったりして、ちょっと楽しみが必要なのかなというふうに思っております。被災地の、様子です。こちらは朝一がありました、矢島の風景ですね。はい。で、こちらの下の方だったりは、もう、丘の上に危険があったんですけど、崩れている状態でした。はい、こちらは津波が来た、珠洲市の交流地区、1階地区というところになります。私、身長が160センチぐらいあるんですけど、地盤沈下して140センチぐらい、マンホールが出てるんですけど、なんか行った時に、あれなんだろう、あれっていうふうになったんですけど、結構やっぱり沈下だったりとか、上の写真は津波が来た写真になります。で、ここの左側に桜並木とかもあったんですけども、桜の枝が、だいぶ生木というか、枝が折れている状態。結構高い5メートルぐらいかな、で、立ち雲を確認しました。少しは分かりづらいんですけど、街の中のこちら様子になります。雪が降っていて、ちょっと分かりづらいですが、外壁が溢れていたりとか、暗く地震の地割れで、虹が悪かったり、家が倒れてしまっていたりと、いろんな状況があるのが、今も、こういう風景が、すごく続いております。で、重機を使うボランティアのコーディネートを私たちさせていただいています。車が家に移動したいになってしまって、取り出したいとか、貴重品の取り出しだったりとか、こちらのお家は、家が倒れかかっているので、暮らしていくのにちょっと危険なので、どうにかしてほしいということで、一度、倒してしまった。応急的にですね、そういった処置もさせていただいています。
で私たち外部の団体になりますので、全ての情報を町や県と提携して置いていくことを心がけています。被災地に竹山ナンバー行くとやっぱ職質されることもないんですよね。なのでこういった証書を作っていただいて、都町と NPO と連携してますよっていう証書を作ってもらって活動しています。はい。で、野戸町は、私が入っている野戸町は、地割れだったり、土砂災害だったり、津波だったり、いろんな災害、特防災害が起こっている状態で、活動としては自衛隊と要請を受けまして、救出活動だったりとか、電気が届かないところには、皆さんから、お預かりしていたポータブル電源を届けたりとか、いろんな活動をさせていただいています。またですね、今も、避難所ではレトルト食品を食べている方が正直多いです。なので栄養面の偏りだったりとかっていうところを防ぐためにも、全国から今まで携わったネットワークを生かして被災した方から野菜をいただいたりお米をいただいたりしてお味噌汁を作って少しでも温かいものを食べてほっとしていただこうということも活動しています。安倍氏の名前だったり、参加の話だったり、コミュニケーションを取りながら今何が必要なのか、どんなことが困っているのかということを聞きながら活動しております。で、これからのフェーズということで、まだ水が出ていないサバイバル期というものが続いているのではないかなというふうに肌感覚で感じております。本来であれば1週間か2週間例えば水が出る地域たくさんあるんですけど、やっぱり能登半島という地形もありまして、水が、除水路結構やられてたりしてたので取っていません。これから帰ってくる方、二次避難で、二次避難から帰ってこられる方も、帰ってきても家の中が1月1日に泊まっている方もたくさんいらっしゃるんですよ。なので、ボランティアの受け入れだったり、行政と連携して、どういうふうに、人の手を出していくのかということを考えるのかなと思います。はい、私がこれから考えられるミッションとしては、自分の経験を生かした、活動、これまでの経験を生かした活動を元で、半島で行うことによって栗原に、防災とかこういうことが起こってたんだよとかこういうふうに対応してましたこういう現実がありますということを皆さんにぜひお伝えしていきたいなというふうに思ってます。また現地で活動するにあたって私宮城から来ましたっていう言葉はすごく住民さん喜ぶんですよね。あなたたちのところもすごい大変だったよねってそう言ってもらっててじゃあ私たちもやっぱり頑張ろうっていう心を持っていただく方が多いのでぜひ皆さんとも一緒に今はボランティア来ないでっていうことも思えばわかんないんですけど受け入れ体制必ずこの後広がると思ってますのでぜひ災害を実際に経験した栗原の皆さんと一緒に復興支援とかいければなというふうに思っています。はい、ではご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして月立地区商店街振興業務より6名ずつ発表していただきます。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。月立地区商店街振興業務ということで4年目になりました。加藤恵子です。ご紹介はもういいかなというふうに思っていまして福田で今日は月立商店街振興業務についてお話をさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。今ですね日本全国で6336人とかっていうちょっと今の数字6300人くらいというふうに言った方がいいのかな。地域おこし協力隊として活動している人がいる中で今私コロナの特例を受けましてその中でも最長老というふうになりました。今年最後の年5年目に来年度最後の5年目に入るところなんですけれども、これまで3年間やったことに関しては廊下に貼ってある掲示板で見ていただいて今日は限られた時間の中で4年目に何をやったかというところだけにフォーカスをしてお話をしようかなというふうに考えています。私が担当するエリアということでもう知っている方も多いと思うんですけれどもここの前の通りとセブンイレブンの方に折れていてそこから丸木不動産の方までずっと行った先からちょっと左に折れて昔バスのロータリーがあったところあれが具体的なミッションの場所なんですけれどもそこのミニマル作りだったりとか初めて来る人を、何か吸引力のあるイベントをやったりして、商店街に足を運んでもらえたり、まあ、
直接来なくても PR につながるような活動をするというのがミッションですね。令和5年目、今年ですね、活動新しく導入した活動はオレンジカフェっていうやつですね。私はコミュニティスペースをこれ以前公開してるんですけども作っていまして、そこで月に1回ですね、毎月28日の開催ですよということで地域の方に足を運んでいただく機会で、社協さんと協力しながら、認知症を持っている方でも持っていない方でも楽しくいつも通りカフェを楽しんでもらう、話を楽しんでもらうというような形を時間を設けて、悩みのある方は専門スタッフの方と面談もできるよというような、ちょっとハードルを下げた形で、いろんな人にコーヒーを提供する場所を作らせていただきました。次はですね、月立高校、私出身月立女子校なんですけれども、地域連携推進委員として使っていただきまして、高校生がどういうふうにこれからキャリアを積んでいくのか、私もこれまで、いろんな道を歩いた、遠回りした道を紹介したりしながら、人生でどういうふうに歩いていきたいのとか、自己実現にはどうしたらいいのとか、私も先生が出るような背景ではないんですけれども、失敗の成功も含めながらこの土地に愛着を持っていただくように、授業の時間をいただいてお話しする機会とかをいただいています。この形で高校と関わることで、私が組んでいるイベントとかにもボランティアの活動としてたくさん貢献していただいたという背景があります。それからですね、ハスの花ワークショップは、結構参加された方も今日来ていただいた方もいらっしゃるなというふうに思っているんですけれども、月立の七夕祭り夜の、彩りを添えるということで、水沼のハス咲いたり咲かなかったりするんですけれども、それに似せたものをですね、紙の韓国製の紙を使って町の方とみんなで作ってライトアップをして七夕祭りに彩りを加えるという取り組みなんですけれども、手先を動かすのが上手だったり、昔からの七夕の飾りを作る風習があったりする地域なので、それを思い出しながら楽しんで、地域のどちらかというと女性の皆さんに楽しんでいただくワークショップをしながらコミュニケーションを取っていくというところが、これまた続いているいい風潮だなというふうに思っている活動です。でこれはですね、ローカルコーヒーフェスティバル栗原ということで、コーヒーをツールに、ここの駐車場でですね、秋頃に2回連続で行われたイベント、今年度も開催しまして、結構たくさんの月立にお客様が来てくれたなというふうに思うんですけれども、説明よりもですね、動画を見ていただきたいなというふうに思うのでご覧ください。こんな感じでした。はい、で、もう一つは、あとですね、冬の閑散期にイベントがありませんでしたので、これトライアル事業なんですけれども、クリスマスマーケットというのを新しく企画してみました。それもここの会場なんですけれども、今回は宮城県の商工観光部、商店街のネクストリーダーに当たる人に採択しましょうという補助金を使いまして、クリスマスマーケット、ここの芝生のエリアですね、開催させていただきました。これはですね、アクリルアート展が軸になってまして、左下のクリスマスのサンタさんの形がですね、
コロナで使わなくなった、アクリル板を利用して、なんかアートをしてから親子ごめんになってもらおうというようなですね、アップサイクルの企画、意味合いも含めた企画になっています。こんな感じで高校生とかもまた参加してくださったり、地域 のコーラスの団体が出てくれたりして、寒くてすごい風だったんですけれども、新しい事業としてはまあ OK かなというような結果になりました。ここの多目的室が会場になってアクリルアート展も実施して、こんな感じで月立高校の皆さんとか地域の方にも作品を作っていただいて展示することができました。たくさんですね、50くらいあったかなと思います。こんな感じでやってきたんですけれども、最終年度にあたりまして課題もあるなというふうに考えていて、ざっくり書いたんですけれども、パッションのある人材と地域と、あと法人と協力したりとかですね、一番重要なのは栗原市ってもうすぐ20周年になりますので、いつまでも旧町村の壁を言わずに栗原市全体として何か取り組んでいければいいのかなというふうな考えがあります。私ですね、なりわい作りとして最終年度力を入れていきたいというふうに思っていますが、一番館さんの隣でカフェカタリストというカフェをやっています。毎週木曜日の限定的なんですけれども、木曜金曜の午後2時から5時半までということで、コーヒー屋さんをやっていますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。すいません、遅くなんですけれども、これで以上になります。ご清聴ありがとうございました。皆様こんにちは。土屋地区商店街新興業務担当3年目になります内田と申します。私は宮城県の仙台市出身でして、大学卒業後、いわゆる大手の大企業に就職をして7年ほど会社員を経験したんですけれども、ちょっと組織になかなか馴染めないという体質もありまして、ちょっと突発的にですね、仲間ドロップアウトする形で独立をしまして、その後個人事業主として活動しております。なんかこうビジョンがあって独立したわけではなかったので、とにかく以前に伸ばせなければいけないということで、ありとあらゆるビジネスに手を出しまして、成功したり失敗したりというのを繰り返しつつ、10年ほどですかね、どうにか生きさらばれているという人間でございます。でその傍らボランティア活動は結構続けておりまして、20年以上ですかね、で花山の青少年時代の中でも施設ボランティアに登録させていただいたりするんですけれども、そういった活動の延長線上にこの協力隊活動もあるかなということで手を挙げさせていただきました。で、
私いろいろビジネスやってきたんですけれども、基本的にはお店を出したことはそんなになくて、インターネット上で全て完結するように集客して販売してということをやってまいりましたので、まあ、そのあたりに私自身の強みがあるかなということで、商店街に対して、インターネットを使って何かこう仕組みを作っていきましょうということをご提案させていただいておりまして、ですので職人当初からメディアに関するビジネスをずっと、メディアに関する活動をさせていただいております。で、月屋根ならではの価値というものをぜひたくさんの方に知ってもらえるような仕組みが作れたらいいよねということ で月屋根ならではの価値って何だっていうのを考えたときに、例えば Google だったら検索だよねとか、ロッテだったらチョコレートだよねということって皆さんご想像に難くないと思うんですけれども、じゃあ栗原市は何だと考えると、多くの方が栗駒山とかあるいはズームとかおっしゃると思うんですね。で、じゃあ月屋根は何かというと、ご意見分かれるかもしれないんですけれども、薬師祭りでしょうというところで、多くの方があまり文句が出ないような答えなんじゃないかなと思っておりまして、それもそのはず、本当に薬師祭りってすごいお祭りでして、地域の方が何十年もここまで時間と労力をかけてですね、商店会の方々、商工会の方々、地域の方々、ものすごいたくさんの方が積み上げてきた、月屋根ならではの、それこそですね、文化的な、歴史的な価値と、言えるものだと思っております。で、この価値を伝えられるメディアがあったらいいなということで作ったのが静畑姫の会というものがありまして、静畑姫って薬師祭りの主役の姫様なんですけれども、この方々年に3人だけコンテストで選ばれております。で、ね、コンテストに20人とか30人とかの方々が出て、そこから時の運でですね、くしくも3人だけが選ばれるということになっているんですけれども、本当に夏祭りでコンテストが行われるんですが、見てくださっている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、本当にすごい勇気を持ってですね、5000人とか1万人とかのお客さんが来る中でステージに上がって自己 PR をするだとか、質疑応答するだとかということで、本当に勇気のある方々です。そして勇気だけではなくて、地域愛を持った非常にパワフルな人的資源だということで、この方々をこそ応援すべきでしょうということを考えました。で、静畑姫というのは薬師祭りのアイコンなんですけれども、薬師祭りは月立てのお祭りですから、当然月立てのアイコンになりますし、引いては栗原市のアイコンにもなれる存在だというふうに思っております。で、面白いのはですね、静畑姫自体が非常に吸引力がありますので、もともとメディアとしての発想で静畑姫の会は着想したんですけれども、でもそれ自体がコンテストにもなり得るというところが非常にエネルギー効率がいいかなと思っているところです。ちょうど1年ほど活動発足からだったんですけれども、今のところ10人ほど登録者がおりまして、これでも結構多いなと思っているんですけれども、潜在的には数百人ぐらいということで、何十年もですねお祭りが続いておりますので、その中でコンテスタントの方々というのは年に20人とか30人とかいたりしますので、その方々を掘り返していく、本当に数百人規模の、この勇気とかですね、地域愛とか持った非常に貴重な人材がこの地域に埋もれているということですので、この埋蔵資源をいかに掘り起こしていくかということが課題だろうなというふうに思っております。で、この1年でいろんな活動をしてきていただいたんですけれども、非常に積極的にですね、自ら企画を立てて実行したりとかですね、していただいております。地域のお店さんとコラボしたりですとか、イベントに出て V 出場やったりですとか、テレビに出たりですとか、いろんな活動をしてくださいました。で、直近ですと、来月の月立桜祭り、野立で、こんな感じでちょっとお茶を出したりとかですね、する予定になっておりますので、ぜひ、お時間のある方はお越しいただければと思います。で、この静畑姫の会の活動、今、一番注力している活動なんですけれども、商店街の振興にもちろんつながると思っておりますし、町自体の振興にもつながりますし、引いては、市の振興にもつながる活動だというふうに考えております。で、これ誰のものでもなくて、地域の皆さんが築き上げてきた資源ということで、薬師祭りにしろ、静畑姫にしろ、そうだと思っておりますので、ぜひ皆さんでこの文化を盛り上げていきたいと思っております。ですので、何かコラボのご依頼などありましたら、どしどしご連絡いただければと思っております。で、最後にちらっとなりわい作りのことをお伝えさせていただきたいと思いますけれども、動画に関する仕事を始めますということで、私そのインターネット上でビジネスをずっとやってきたんですが、その中で必ず必須になるのが動画のスキルでした。で、ずっと必要に迫られる形でずっと動画の編集というのをやってきたんですね。
で協力隊活動をする中でもちらちら動画を作る機会というのが結構ありまして、まあ、そのために喜んでいただけたりですとか価値を感じていただけるということが多かったので、ちょっとそこにフォーカスして仕事を一つビジネス作ってみようかなと思っているところです。で、まあ、シンプルに今日も記録の映像を撮らせていただいてますけれども、記録の映像を撮るとかプロモーションの店のプロモーションするとかですね、思い出映像を作るみたいなことが考えられると思います。撮影編集のお仕事ですね。撮影ちょっとまだ下手くそなんですけれども、ちょっとこれから練習してうまくなりますので、そういったサービスを考えておりますが、それだけだと面白くないということで、ここに私自身の価値をどう乗せていくかというところが課題だと思っていますので、まあ、曲がりなりにもいくつもビジネスいろいろやってまいりましたので、その知識だとか経験だとかを生かしつつですね、動画をじゃあどういうふうに運用すべきなのかとか、あるいはビジネスをどういうふうにしていきたいから、じゃあどういう企画の動画が必要で、どこにそれを広告打っていくのかとかですね、そういったところまで含めてまるっとデザインできるっていうところが、おそらく私自身の価値になるのかなと思っております。ですので企画から運用まで全部ワンストップワンオペでこなせるというところが、まあシンプルに大手さんなんかと比べたら価格競争力でかなり引いてたサービスができるんじゃないかなと思っておりますので、そんなことをやってみようかなと考えているところです。で、今のところはボランティアでガンガンやらせていただいてますので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、いつでもお声掛けいただければ、撮影編集ですとかやらせていただきますので、お声掛けいただければと思います。まあ、どうにかですね、私も最終年度に入りますので、ここの地域にですね定住していけるようにするためのどうやって作っていけばいいのかというのは、まあ、協力隊全員の課題だと思いますので、まあ、どうにか成功事例を作れるように、最終年度を駆け抜けてまいりますので、引き続きご理解ご協力いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、恩寺地区再生事業業務よりよろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日再生事業協議担当の中です。座って失礼します。私が本日地区の協力隊を応募した動機は、前職の復職販売経験を生かせる藍染めや、家庭教材に受験を聞くのとなど、他地域とは違う取り組みをやっていることに可能性を感じました。2022年6月から着任して、約2年過ぎました。今本日では前日の4つの山村活性化交付金事業として取り組んでいます。私は事務局会計畑作業も行っており、栗原の障害染めは日本最古の、伝統あ日本最古の、染色技法で、藍葉の栽培収穫、染色まで一貫して行っております。藍知識補填のため、県内の藍染めを視察したり、県庁などで物販も行いました。苔は、新北条を地域の皆さんに整備したり、苔の壁面緑化で有名なモス山形さんに視察に行ったりなどしました。10月の全国コケフェスティバルでは、PR のため、コケテラリン教室のアシスタントも参加させていただきました。行者ニンニクは、宮城県では馴染みがない食材ということで、地域の、栗駒や突き立てのお店に、生場を提供して、まかないとして使っていただいたりしました。あと、チラシも加工品が完成しまして、チラシも自分が作成しました。で、山田駅などで販売してるんですが、チラシを使っていただいているので、たびたび売れ行きをチェックしに行きました。原木キノコもやっており、2年目で収穫となりました。抜きたけ、なめこで、瓶詰めを地域の方と作りました。現在キノコのご飯の元も作成中です。で、山村活性事業が、
3年目でもう終了ね、今年の3月で終了になりますので、これから販売へとシフトするということで、パンフレット、リーフレットが完成しました。また商談に向けて商品企画書も完成し、今年2月にギフト賞、東京ビッグサイトで開催されたギフト賞に出展しました。約40名の方と名刺交換させていただいて、今、取引に向けてやり取りをしています。あと前職の知人の紹介で、関係者向けの雑誌に掲載していただくこともできました。地域のクリコマのイベントでも、毎年恒例のアイフェアや焼肉祭りなど、スタッフとして手伝わせていただいて、4月から文字地区の方に引っ越したことによって、地域の方からお声掛けいただいて、文字みこしも担ぎ手として参加することができました。これからは、山村活性化抗菌事業でできた製品を、イベント出店やネットで販売したり、あとは文字地区で、民泊をして、外国人観光客などを店内をターゲットに、文字に引き込みたいと思います。またもともとやってます、テントサウナも、今の住んでるところだったり、イベントに出展して、いろいろなつながりを作りたいと思います。あとはアイランド文字が、文字の一番の拠点だと思いますので、次の世代とイベントを企画して、地域を盛り上げたいと思います。ですので今まで2年間でやってきたことを、利益にできるように、自分が教育隊卒業後になりわいとしていけるようにつなげたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。では前半戦最後に金山地区小さな拠点づくり推進業務より発表をお願いします。皆さんこんにちは。令和6年3月9日金山地区、小さな拠点づくりプロジェクト活動を報告いたします。地域おこし隊の、金山地区小さな拠点づくりの推進業務担当、私小野寺博と後半の説明で海山裕太です。よろしくお願いいたします。はい、自己紹介でございます。私は小野寺博明と申します。栗原市の、関わりなんですけれども、実家が栗原市内で、合併前の水川町というところで今まで育ちまして、79年小学校3年生まで、小倉高山の社宅におりました。89年ですね、平成元年ですが、水川校の高等学校を卒業しまして、小倉と関連することになりました。そして、2023年、実家のサラリーマン、東京ですね、東京の方でサラリーマンをしておりましたけれども、そちらの方を辞めまして、U ターンしましたものの協力隊として、昨年の4月より活動をしております。私は宮山裕太と申します。私は父親の実家が、栗原市の若柳の宮山電機というところでして、で他にも栗原市のプロジェクトで学生の時からいろいろと関わらせてもらっていました。学生最後の年に栗原市内にある長屋門っていう門があって、それの歴史の研究をしたりとか、そのプロジェクトをやっていく中で、やっぱ栗原に住みたいなと思って、その中でも特に長屋門っていう場所が気に入っていたので移住して、今3年目となります。広告の構成でございます。1に、羽山地区地域おこし隊の概要、2に、まして、今年度の主な取り組み、3に、来年度の予定という形で、発表いたします。羽山地区の、地域おこし隊の概要でございます。1、説明の体制と2の、概要での活動でございます。体制でございます。金山ネットワークという、プロジェクトの推進担当として、地域おこし隊が活動しておりまして、
2016年の佐藤さんから始まりまして、柴田さん、沢畑さんを継承しました。現在、海山と小野寺の2名の体制となっております。ここで花山ネットワークとして、活動する、協力隊の枠が3名通るんですけれども、現状1名足りております。協力隊の募集をしております。ぜひ、よろしくお願いいたします。活動概要でございます。山地区内の、課題や特徴に着目しまして、それに、関する事業をプロジェクトとしておりまして、主に、人口減少で、空き家問題、あとは集い動画として雇用の不足で、原発事故の影響の関係によりまして、放射能の問題解決するための電話をピークしたプロジェクトを実施しております。で、人口減少としまして、移住体験ツアーを募集しております。そして、関係人口を増やしたい、空き家の活用を考えるプロジェクト、あとは集いの場として春祭という、コミュニティカフェを運営、農産物の放射能の測定を代行したりしております。また羽山村市という冊子、こちらも発行しておりまして、地域住民に対して活動の報告と広報を実施、他には、羽山観光地の遊歩道の案内等をしております。本年度の取り組みでございます。1日分の昨年度の以前から続いております取り組みに、新規オープンした民宿の運営で、さらに力を添えた取り組みについて説明いたします。1、既存の昨年度以前から続いている取り組みでございます。移住体験ツアーのイベントを実施しておりまして、代表的なものとして輝く女性の、イベント、あとは関わりしろセミナーを開催しまして、地関係人口と移住推進に貢献、実際に移住した実績もありまして継続案件として取り組んでおります。あと、空き家の片付け隊というオーナーの代わりに家の中の家財を持ち出し処分しまして、賃貸として活用して、移住者の取り追加として利用しております。月1に発行する、情報誌、羽山村市ですけれども、こちらの、地域住民に全部配布している状況でございます。湖畔の店春菜というコミュニティカフェとして運営しまして、旬の、野菜、山菜、キノコ等の物販でランチを提供、第二の道の駅として、公表でございます。他にここでローカルイベントの場として、場所を提供しているワークショップとして稼働機能も果たしております。放射能測定では福島原発の、放射能が守り、羽山地区にかぶってしまいまして、でこちらの、影響を及ぼしました。他にも、今も残っておりまして、多少緩和されつつも放射能測定、放射能行事では羽山鉄砲祭りを支援としまして、仙台の実績にある羽山祭り、羽山の鉄砲隊の記録ばかりを手抜きまして、地域の公園整備、こちらのコミュニケーションを取っているっておきます。はい、新規オープンした、民宿でございます。この民宿は、冬の羽山との若さ水のアンケートから、要望がありまして発展した民宿でございます。もともと空き家だったものを羽山ネットワークが、買取運営しております。一棟増ししたスタイルの宿でございまして、中には食事からプレーで揃っております。ここでは少し中心部から離れたところで、夜は静かで、物理機能がたくさん出没するところでございます。また、星がよく見えるところでございます。で、都会から人たちに、星が大きく見えまして、天の川もきれいに見えるという表情でございます。で、まあ、星空の面である私、小野寺がですね、天然プラネタリウムとしてご説明することもできますので、ぜひ立ち寄っていただければと思います。はい、力を注いだ取り組みでございます。主に、私の活動では、湖畔の店春菜の運営と冊子、こちらの交換でございます。春菜では、紀の川の岬のご説明の通り、コミュニティカフェの機能を有意しておりまして、オレンジカフェを始めまして、イベント、ランチを組み合わせた仕組み作り、こちらの方を、
やっておりまして活動しております。主に、物販では生き続けている材料を採用しまして仕入れ買い出しから、在庫補充しられというのを一人でやっている状況でございます。冊子の創刊で全ページの説明の通り月1に発行する情報こちらの方やっておりまして地区イベントの候補として羽山地区のターゲットを作成羽山全部に配布しております。はい、ここから私が、お話しいたします。私が力を注いだ取り組みとしましてはアウトドアコンテンツの改革になります。先ほど内田さんの方が Google といえば検索、ロッテといえばチョコレートって言ってたように花山だったらやっぱり自然だろうというところで、まあ、地域の特徴である山とか水だったりとかの自然を生かした体験コンテンツをいろいろ開拓するというところをやっておりました。例えば事例を挙げたりしますと、まあ、花山の苔を採取してそれを使った苔テラリウム作りをしたりとか、まあ、そういったところのコンテンツを開発した上でツアーを作成するっていうようなイベントをいくつかやっておりました。で今までお話ししたようにいろいろと花山地区では取り組みをやっているんですけれども、まあ、今年度、明日の町暮らしづくり活動賞という賞で内閣総理大臣賞を受賞いたしました。でそこで栗原市さんからも輝く日本一栗原大賞というものをいただいたりしたんですけれども、まあ、令和4年でもいくつか賞をいただいていて、まあ、なぜこの賞を応募したのかというところが大事 で花山地区は2014年から町づくりに関する活動を始めていきました。で今2024年になったのでちょうど10年目になります。でそこで大事だったのはやっぱり今までいろいろな活動をやってきたところを評価する。でそれを評価した上で次につなげていくっていうところで一旦評価をするっていうところでいろいろ賞に応募したりもしていました。じゃあ来年度何をしていくのかっていうところをお話ししていきたいと思います。来年度一番やっていきたいところが体験コンテンツの集約化になります。これまで我々は花山地区内でさまざまなコンテンツを開拓していきました。と同時に花山地区にはいろいろとプログラムをやっている団体だったりとか個人だったりとかがたくさんあります。でそれらの取り組みっていうところを一旦集約化してそれを可視化できるようにいろいろ活動をしていきたいと思っております。まあ、具体的には来年6月あたりに花山地区で観光コンテンツと扱うような団体で一堂に会して共有会を行うこと、そこからコンテンツをいろいろ使っていきたいなというふうに思っております。でもう一つ花山地区全体の課題としてはやはりコロナ禍の中で集客に苦労するっていう場面がかなりどこの団体でも多くなっているっていうところがあります。でそれを解決する、まあ、一つとして台湾からのインバウンド事業というところをしっかり行っていきたいと思います。これも来年度の6月か7月か8月かどこかで実際に長期滞在型として3週間程度住んでいただく予定となっております。そしてもう一つやっていきたいところが花山の歴史技術文化の継承と共有になります。こちらは、まあ、私自身すごい長山の研究をしていたっていうところもあって、もともと栗原にある、文化とか歴史とか技術っていうものがすごく文化財としては指定されるようなものではなくても、でも感情が動くものってたくさんあるなというふうに思っておりました。でこれまでずっと学ぶっていうところでやってきたんですけども、今年度は割と共有するっていうところができたのですが、まあ、さらに来年度共有っていうところに力を入れていきたいと思っております。一応今年度は私ずっと籠網を地域の方々から習っていたんですけども、まあ、それのワークショップを開催させてもらったりとか、あとは山菜ソムリエと山菜取り士っていう資格があって、まあ、それを取ることができたので、まあ、4月から具体的にいろいろと山菜にまつわることをやっていきたいなっていうふうに思います。まあ、ちなみにちょっと私が山菜取り士とかっていう資格を取った時に地域のプロの方々からお前が山菜取り士かって言われたりもしたんですけど、まあ、いろいろと勉強していきたいなっていうふうに思っております。まあ、そして最後に、まあ、さっきも紹介したんですけれども、今やっぱり花山地区の地域福祉協力隊を10月採用で1人募集しているので、やっぱり一番日本一住みやすい田舎を作りたい人がいたらぜひ応募してもらえたらなっていうふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。これで前半の発表は全て終了しましたので、ここで10分間の休憩を取りたいと思います。それでは後半を始めさせていただきます。交流移住プラットフォーム創出プロジェクト推進業務よりお願いいたします。
皆さんこんにちは。本日は活動報告会をお越しいただきありがとうございます。今日はちょっと座らせて説明させていただきます。交流移住プラットフォーム創出プロジェクト推進担当の前田さんこと曽我ちゃんです。本日は私たちの普段の活動と取り組みについて発表させていただきます。発表に移る前にまずはそれぞれの自己紹介をします。岐阜生まれ、名古屋城のそばで小学校3年生まで暮らし、その後、おせんべいの町、埼玉県草加市に移住する前は住んでいました。高校卒業後、文化服装、ジュエリーデザイン専攻をし、その後、御徒町で宝石の卸を経て、日本で最初に創立したアパレルセレクトショップ、株式会社シップスに勤務しました。シップスで大好きなラジオ番組 J-WAVE を流していたとき、番組ブレーンを募集していたので応募したら受かり、約2年間貴重な体験をしてきました。音楽イベントでアーティストにインタビューや山と渓谷社と登山などをし、その経験が趣味の多さにつながりました。皆さんこんにちは、熊谷千春と申します。私は、出身地がお隣の登米市です。登米市の、新田っていうところになりますので、本当に栗原市の、基盤というかお隣になります。私は高校まではこちらにいまして、専門学校1年、仙台で行きまして、その後東京の方に就職ということで、板橋区役所というところに12、3年ですね勤めておりまして、昨年夫と猫ですね私猫飼ってるんですけど、一緒にこちらの方に、移住しました。趣味とか書いてあるんですけど、周り見ていただいて見ていただければなと思います。はい、移住のきっかけというのは、両親が富山にいますので、最終的には私の方で見ていきたいなみたいなこともあったりですね、して、いつか宮城に戻りたいということもあったので、旦那さんを説得してですね、一緒に戻ってきてもらったという形になります。本日の発表の流れですが、スライドショーにあるように、ミッションは大まかに4つあります。その後、今後どのような取り組みを行ったか、また来年度に向けてどう取り組んでいくか、最後に1年間を振り返ってみて、それぞれのお話をさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。まずは、先にですね、私の方から、ミッションの、主な説明ということでさせていただきます。私たちのミッションというのが、この交流移住プラットフォーム創出プロジェクト推進業務ということで、ちょっとカミカミになってたんですけど、長く、タイトルがついてはいるんですが、どういうことをやっているのかということで、まずプラットフォームと聞き慣れない言葉があるかと思うんですが、ネット等で調べると、一般的に使われているのは駅であったり、あとは IT 用語でコンピューターが、動作する基本的な環境、また利用者と生産者など異なるグループや、要素などを仲介し結びつけることでネットワークを構築する基盤のことを指します。私たちはですね、移住定住戦略室というところに市役所の方にブースがありましたというか、事務所がありまして、一緒に定住戦略室の方と移住制度関係のですね事業を一緒に行っているんですが、そのイベントや企画を通してですね、都市部である東京、また仙台と栗原をつなぎ、栗原市のファン同士や地元の方をつなぐ交流の場であったり、移住を検討する方のコミュニティを創出していくなど、栗原市と関わってくださる方、人と人との交流基盤を構築し、より多くのつながりを増やしていくというミッションを担当しております。この図のスライドの通り、右手にあります移住検討者であったり、栗原市のファンの方、また地域の方、移住者、もしくは企業の方なんですね、などさまざまな人と人をつながる環境づくりを、東京と仙台、栗原、3つのフィールドで実施しているということになります。私たちは大きく4つのミッションがあります。東京栗原オフィスを核とした新たな関係人口の開拓に向けた
交流イベントの企画運営及び情報発信に、栗原をフィールドとした都市部の若者と地域をつなぐイベントワークショップの企画コーディネート、3、栗原移住者交流会及び交流移住体験の事業の推進、4、地域学校との共同連帯の連帯の推進、シビックプロジェクトになります。東京都移住定住コンシェルジュや地域おこし協力会の方、栗原市に関係のある、今年度仙台栗原夜カフェをやりました。仙台と東京会場を栗原会場として栗原に携わってくれる方たちとつなぎ、さまざまなゲストをお呼びし、いろいろなキーワードかける栗原をテーマにした交流会を定期的に開催しております。今年度は6月より開催し、仙台はスクリーンのように4回開催しました。東京では移住コンシェルジュや地域おこし協力隊の方、栗原に関係のある東京で活躍する方などをゲストに招き、東京夜カフェを3回実施しました。いろいろな角度から栗原市の魅力を PR して、栗原のファンの種まきをしております。ここで告知になりますが、4月5日、仙台栗原夜カフェで、おにぎりで人をつなぐ星ひかるさんをゲストにお招きし、事前予約になりますので、皆さんチラシが外にあるので、後でお持ち帰りください。夜カフェを開催します。次に、SNS での発信です、私たちの方では、インスタグラムであったり、フェイスブックであったり、コミュニティを持っておりまして、こちらの方に映っているびっくり原くんっていう、子育て応援キャラクター、ちょっと非公式ではあるんですけど、びっくり原くんっていう、身長2メートルもある小学5年生というようなキャラクターを使ってですね、いろんな、お店であったり、学校の場所に行きまして発信をしているっていうところがありますので、ぜひびっくり原くんで検索して SNS の方をフォローいただけると嬉しいです。でまたこちらの方 Facebook ですね、あったか暮らしということで、栗原の、応援してくださる方が、入っていただいているグループがあるんですが、こちらの方でイベントの告知であったり、こちらの方で、普段ですね、栗原の様子などを発信しております。また移住定住、関係ですね、定住戦略室の職員さんが今回今年ですね、移住定住 PR 動画を作成して、ここの月立ての商店街さんとか、皆さんいろんな方にご協力をいただいて、TikTok で魅力発信 PR をするですね、動画を作っております。こちらの方は今5個ですね、動画出てるんですけど、いずれも、20万再生っていうんですかね、プチバズりをしていますので、こちらも栗原ップということで検索してみていただけると嬉しいです。2017年より移住された皆さんのコミュニティの場作りとして始まったささほざ交流会。栗原市の方言、ささほざという言葉にある、あまり気負わず、無理せず、和気あいあいという意味がの通り、参加していただく皆様の心の交流が行われる場作りを行っています。今年度からは実行委員形式で実施し、移住者だけではなく地元の方や企業の方、栗原を応援してくださる方と様々な方に参加していただく機会となっております。昨年度までは大規模の開催のみでしたが、交流の時間が短いという声が多数あったことを考慮し、少人数での交流を深められるミニのささほざ交流会を実施しました。花山のキャンプ場にて芋煮をみんなで作り、食べながら極寒の環境の中でも心温まる交流会となりました。私は移住して初めて芋煮作りができて嬉しかったです。また今週水曜日、毎年同様大規模のささほざ交流会が開催され、スタッフ含め約80人近い方に参加していただきました。来年度は100名の参加を目指し、開催に向けて計画をしていきたいと思います。さらに、
ップの場所で栗原を PR するため、東京や仙台で開催される各種移住セミナーとイベントの出展も実施してきました。また月1回東京で開催した市単独セミナー、1月に東京で開催した単独セミナーでは花山会場を担当し、当日東京と中継をつなぎ、実際に花山で子育てするお母さんの方と参加し、意見交換を行いました。次に学校連携です。こちらは各種学校と連携してイベントをたくさん実施しているんですが、ちょっとこの中には体院の個人的な活動も入ってはいるんですが、その中の一つとして真ん中下ぐらいですかね、橋作り体験というのを今年度花山の方でやらせていただきまして、花山小学校の方では栗駒林業組合の方にですね、林業体験だったり見学をしていたり、また食改善推進委員さんですね、皆さん夜郷土料理の教室などはですね、食育だったり木育っていうところが非常に取り組みが充実しておりまして、そこにフューチャーをして今回より木だったり食をですね、身近に感じていただくためにオリジナルの舞橋を自分たちで削ってですね、型で削って体験をするということで、石破さんの林業研究会の高橋由紀さんご協力をいただきまして、そちらの方を実施させていただきました。皆さんですね、木に触れる機械で、実際に木に触れる機械であったり、カンナっていう刃物を使って、削るという体験が今少なくなってきている中で、こういった体験がご協力いただきながらできたということで、皆さんにも喜んでいただけて、学校の方にも喜んでいただいて、こちらも PR できたかなと思っています。はい、来年度に向けて、宝島市発行の田舎暮らしの本より2024年版住みたい田舎ランキング全国1位に選んでいただいただくことができ、嬉しいことにメディアに取り上げられていただく機会が増えております。年明けより去年に比べ移住相談の数も少しずつ増えて、移住フェアなど出展すると栗原市ブースに訪れていただく方も増えてきていただいております。今年、活動内容は以上となります。最後にですね、1年間の活動を振り返るということで、ここでちょっと感想などを言っていきたいなと思っています。私の方は昨年4月からですね、採用とさせていただきまして、活動をしてきたんですが、1年目ということもあり、ちょっと初めてのことばかりというところで、前田隊員ですね、いろいろですね、教えていただきながら、地域の人につないでいただいたり、10町村やっぱりあるので、もともと9町村というかもあるので、そこが広い地域で、いろんな方と接する中で、ちょっと私もですね、いろいろ学んでいく機会があるなと思いつつ、移住の関係で移住者、自分自身も移住者なので移住者目線ということと、あとはこちらの方で、地域的にも含めに住んでいた栗原近かったので、地元目線じゃないですけどちょっと近いし、目線で2つの目線で、移住者の方を支援していくような活動を今後またできたらなと思っています。2年目についてはなりわい活動もですね、視野に入れていき、自分の興味のあることだったり、自分を生かせるですね、ことに取り組んでいきたいなと思っています。今後もよろしくお願いします。私の方は、宮城県地域おこし協力隊のコアメンバーとなり、栗原以外の協力隊の横のつながりを去年作っていました。また、去年は新たな取り組みを4つできました。1つ目は、有壁のお父さん、新次さんが、移住者でお米を作りたいという人から、稲作について答えられるように、元協力隊の串田さんと一緒に、串米ファームで1年間、一旦分の収支計算しながら、お米作り体験をしました。こちらの串米ファームのレポートは、外の掲示板にあるのでご覧ください。2つ目は、3月広報栗原の裏面に出た日渡り由美さんと一緒に
昨年7月より子ども食堂まるっと栗原に携わり、毎月第3日曜日若柳公民館で子どもからお年寄りまで一緒に集まれる場作りを定期的にスタートできました。白鴎高校や月立高校のボランティアさんの有志でお手伝いしてくれる方のおかげで、来年度からは NPO 法人で活動することが決定しました。3つ目は、工芸品が好きでよかったと思うぐらい栗原の秋の窯元フェスの実行委員に携われたことです。嬉しすぎて祭事期間中は自分のために仕立てた着物で来場者をお迎えしました。4つ目は、東北大学との国際交流を栗原でできたことです。日本に留学に来ている来ている方に日本の文化や東北の郷土料理の体験をしてもらい、地域の方や栗原の学生さんと交流してもらいました。今年は6月と11月に実施予定ですので、海外の方にこんな体験をさせたら面白いよなどアイデアございましたら教えてください。今後とも人と人をつなげていきたいと思います。起立で、ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、栗駒地区六日町通り商店街シャッター開ける人業務よりお願いいたします。はい、皆様、本日はご来場いただき誠にありがとう。もう始めていいですか？はい、誠にありがとうございます。六日町通り商店街シャッター開ける人業務の報告をさせていただきます。時間がちょっと巻き気味だということで、最後に農泊のはるかちゃんがしゃべる分の5分分を残して残り30分分をかけて、はい、ということで予定通り10分間で、はい、お話をさせていただきたいと思います。はい、2023、最後に自己紹介ですね。自己紹介させていただきます。はい、私は、丸2年ですね、経ちました。パイセンこと井浦大輝と申します。こちら栗駒で育ちまして、今正木高校卒業も、しばらく仙台にいて、仙台20何年かいて、栗原が好きすぎて2年前に戻ってきてしまいました。今年六日町にビールの醸造所を開業しますので、応援を何とかしてください。応援よろしくお願いします。はい、はい、藤原海です。私は去年の、10月から着任しております。生まれは気仙沼なんですけども、大学時代から、福島県ですとか、県外で暮らすことが多くて、10年前ほどに仙台市に帰ってきまして、で移住前は富山市に住んでおりました。それで、食べ物やエネルギーを、自給する暮らしですとか循環する暮らしを実現するために栗原市に、家族で移住しております。で、私自身は、飲食業もやっておりまして、主に、イベント出店ですとかあとケータリングでご飯を作ったりしております。よろしくお願いいたします。はい、します。はい、今年度は6店舗の新規オープンしたんですね。数えてみたら結構多いですね。はい、それでは私たちはこのようなスタイルでお話をさせていただきます。はい、今日の項目6つご用意しました。今日の格好はですね、有壁にも2ヶ月前、12月までに、12月まで地域おこし協力隊がいたんです、2人。3年間いまして、で、その地域おこし協力隊が街歩きで開発したこの杖と、この傘ですね、はい、をちょっとお借りして、せっかくなので、はい、身につけさせていただきました。はい、杖は買ったものです。傘は借りまくしたものですね。はい、じゃあ、こういうふうな使い方をさせていただきましょう。これ、はい、今年5回も餅つきにハマる参加者計258人、○○6、シャッターアートで大学合格、評価高し商店街集合チラシ、高校生がすごい、学校連携はす
その他が多い。はい、この6つの中から時間内で話せる限り話をさせていただきたいと思います。さあ、どれが聞きたいか、お話をじゃあお聞きしてみたいで、してみようと思います。はい、あ、じゃあ、はい、赤井ちゃん、井上さん、まず栗原に来てから杵と臼が手に入りました。で、念願の餅つきができることになったんですけども、これは今年の商店街の初売りの時に餅つきを、開催しておりまして、その時に、やったんですけども、5回という数字は、その初売りの時に3回やってました。その後に、私が個人的に 4回目を、息子の一生餅のためについたので、あと5回目は、2月4日に餅まきをした時にも餅つきしております。それがその時の写真です。レアな協力隊3人なんですけどね、あんまり失礼しないです。私の会社の最初結構か、初売りの時に3回やったんだね。はい、で、全然私たち前調べとか全然しないので、餅をつくことしかしなくって、最初おはぎみたいな状態でした。美味しいけどなんか違うねって言って2回目やった時に、どんどん地域の人が来てくれて、いやいや餅は最初に潰さなきゃいけないんだって言って、2回目はやや餅になりました。3回目はもっとこし入れでって、商店街のサブンさんのご主人さんが現れてこうだってこう実演してくれて、もっと美味しいこちになりまして、それでちょっと魅力にハマったということで、あと、河原版と、あと SNS のインスタグラムで告知させていただいたんですけども、やはり餅文化ということで、思った以上に人が集まっていただいて、これをかなり、手応えあるなと思いまして、今後とも、やっていきたいなと思っています。はい、手応えを感じたかいちゃんがやった2回目のイベントはこちらですね。はい、立春、2月4日に餅まきしてます。こんな感じで商店街の紹介を書いた紙に包んで餅をまきました。で、結構皆さん熱くなってたので、これはちょっとこれも、もし可能だったら商店街の商品券とか一つ腰伸ばせて巻いたりとかできたら面白いなと思っております。あとこの餅まく人も、ゲストを呼びして、埼玉陶芸家さんなんですけど、あと子どもたちとか、巻く人もちょっと面白い経験なので、これもちょっと募集しながらやったら面白いかなと思っております。子どもたちに巻いてもらうとかも良さそうですね。はい、ね、はい、餅巻き予算もそんなに そこまでかからないですし、準備もそんなに他のイベントと比べればそこまでおなかりじゃなかったりするので、いろんな反則活動に絡めていけそうな可能性を感じるイベントですね。はい、はい、続きまして、はい、どれがいいですか、どれがいいかな、どなたかこれ聞きたいっていう方いらっしゃったりしますか。今日は遠方からもいらっしゃいますんでね、仙台からとか、鹿間とか三郷とか、ね、たくさんいろんなところからいらしてますので、どうでしょう。じゃあシャッターアートで大学合格を。こちらがシャッターアートで大学合格。はい、ありがとうございます。これはね、はいはい、こちらでございますね。実際にはこれをやったのは今から2年前なんです。今年度ではないんですよ。で、六日町通り商店街、シャッター閉まってるところ多いので、そのシャッターを岩ヶ崎高校の美術部の人たちにこう塗ってもらったんですね。で、改めてこれすごいなと思うのは、シャッターアートって結構絵が重いんですけど、六日町のは日本の伝統色で
に行ったというのがやっぱこう昭和レトロな目黒町らしくていいなとすごく思います。 400m の商店街を春夏秋冬の風に並べて売ってますね。でこの時1年生で参加した子がですね、これか、春夏秋冬のやつですね。これがその1年生の時に参加した美術部の子が、この度大学の推薦でこのシャッターアートのことをこのようにまとめてプレゼン資料とかはなあの作って推薦で話して大学に合格しました。はい、こういうものでございますね。これはあの今日来てないんですけども、もう一人の、斉藤くんがすごく頑張って行った授業ですのでぜひご紹介したい。で、先週かな、その大学生が、協力隊事務所に遊びに来まして、斉藤くんに直接ありがとうございましたと、おかげさまで大学合格しましたというような報告に来ていただきましたというような、はい、ものでございます。その時は想定してなかったんだと思いますけども、こういういい結果も生まれてたりします。はい、杉江子さん258人、あ、これですね、はい、参加者計258人 ○○6 についてお話をさせていただきます。はい、こちらはですね、毎月6日の日に6日知らずという交流会を、今フード館で開催してるんですけど、まあ、まだで3、40人ぐらいですかね。はい、これを、昨年から、いろんなところにこう出張して行うように、しました。仙台で8回開催、あと鳴子、あ、仙台と6日町を6日6で仙6というイベントにして、仙台で8回、鳴子で鳴6、1回、あと先々週今日も三里からいらっしゃいますけど三里6として1回というのを開催しました。はい、の参加者で、はい、258人というようなイベントでございますね。はい、あの関係人口をすごく作れているイベントですよというものでございます。はい、去年の6月に NHK のテレマサで目黒町通り商店街が取り上げられた時にこんな感じでこの線路の模様が私ですね、はい、話をさせていただきました。でこれがあのイベントでやっぱ難しいのが、あの栗原でやるのと、あの仙台とか他のところでやるので難しいのは食べ物なんですよね。仙六の時もすごく食べ物どうするか困ったんですよ。あの飲食頼むと今度高くなっちゃうので、お金が参加者が減っちゃうっていうのもあって、もう本当にどうしてどうやって続けていこうかなという時にかいちゃんが入ってくれて、はい、ここからじゃあ、はい、こんな感じでかいちゃんのお話をしていただきます。わかりません。藤原会が作る旬のお野菜ご飯の略の貝ご飯です。よく貝子のご飯ですかとか貝殻のご飯ですかとか言われたりするんですけども、まあ、こういう野望であの活動してまして、まあ、あのイベントの時にこのようにこうケータリングみたいな感じでやらせていただいておりました。まあ、今ちょっとあの協力隊の、業務の一環としてやってますが、まあ、あの3年後は、ちゃんと人件費も乗せて請求させていただきます。はい、まあ、こんな感じでこれより並べております。はい、はい、非常に助かるですね。あの三里のとこ時もあの三里の公民館なんかな、公民館ね、公民館でやったんですよ。で、参加費を下げるとどうしてもね、あの料理が困るところ、かいちゃんがこういうものを作って持参するというのをやってたりします。今あと、うちの方でもやってっていう声が上がってるのが和歌山、仙台市青葉区の宮町でも、はい、声を受けいただいてます。昨日ちょっと話したの岩根山でも一緒にやってほしいですっていう声があったりしますので、はい、どうぞあの皆さんの地域でもうちの地域にも来てなんか一緒にこういうのやりたいっていう方いらっしゃったらお声掛けいただければ、はい、
六日町の皆さんとか一緒にね連れて、はい、出張しますのでどうぞお声掛けください。はい、あと一つくらいいけるかな。どれかありますか。どうですか。辞任してください。辞任しますか。はい、大輝が喋りたいのやったら喋りたいの。あー、これ、はい、学校連携ですね。はい、はい、あ、こっちはね、あと外でも見ていただきますんで、はい、学校連携についてちょっと話しさせていただきます。ですね、今年の学校連携は三日町は、道屋さんの商業高校、市屋さんの商業高校に私がやるあのビールのプロジェクト のビールのラベルのデザインをしてもらったりしました。あとは私があの岩ヶ崎高校の地域コーディネーターとして関わっているというのもあって、これは道の工夫路館で行った、高校生と、地域の大人たちによるワークショップの模様です。ここに書いちゃいます。はい、の模様でございます。だいたい、27人の参加でございました。高校生12人くらいかな。はい、あんまりなんかこういう取り組みって多分そんなに行われないんじゃないかなと思うんですけれども、高校生と大人たちが混ざって、栗原の特産品を考えるというようなワークショップを開催いたしました。はい、あとは、はい、すいません、私の新聞の記事を載せてしまいましたけれども、はい、こちらはですね、生徒と地域と連携して課題を解決するというような、ものでございます。はい、どうしてもあの協力隊の力よりもみんなの皆さんの力をお借りした方がやっぱり成果が大きくなるなというところ、はい、を考え、高校生に地域の課題に取り組んでもらおうという企画でございますね。これはあの佐々木金物店さんがワークショップができる金物店さんですよっていう PR 動画を高校生に撮影してもらって、で編集して、PR 動画作って、SNS で PR したというようなものでございます。はい、来年度はさらに連携していければいいなというふうに考えております。はい、そろそろかな。はい、チラシのとこもう一回いいですか。あ、これあの、パネルの方に展示させていただいておりますので、あの帰りにぜひご覧ください。ひな祭りに合わせて、商店街の、皆さんおすすめの商品載せたチラシが、できましたので、どうぞご覧ください。ありがとうございます。はい、はい、それではこの後ですね、多分もうちょっと前倒しになるのかなですかね。はい、地域おこし協力隊と交流会ということで、まだあの今日質疑も行わないのでいろいろ話したいという方多いと思いますので、ぜひ緩めにありますのでご参加いただければと思います。はい、それでは六日町通り商店街の発表でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。それではこの報告会の取りを飾っていただきます。栗原市農博推進業務よりよろしくお願いします。はい、農博推進業務を担当している小野寺遥です。本日はよろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。まず簡単に簡単に自己紹介をさせていただきます。私は岩手県の奥州市水沢というところの出身です。大学への進学で仙台に出まして、そのまま仙台で就職しました。前職では地域活性のコンサルティング会社に所属しながら、宮城県内の食品メーカーさんが、東北大学さんとか宮城大学さんと商品開発をする予算の提携のプロジェクトを10年ほど担当してきました。
2021年ですね、栗原市の関係人口拡大に関わるお仕事を担当しまして、その分がきっかけで協力隊に応募いたしました。協力隊での、所属団体は栗原市農泊推進協議会です。私はこの中で食のコンテンツ開発の担当として、協議会の構成メンバーで食と農業のことを担っている合同会社栗原ファーマーズラボさんと一緒に活動をしています。私は栗原の食のコンテンツ開発をミッションにした協力隊なので、活動内容としては主に栗原産の農産物を使った加工品の開発、それから栗原の食や農業を体験できるツアーの調整、それから食と農業の切り口から関係人口の拡大につながるプロジェクトに取り組んでいます。活動の中で私が大事にしていることが2つあります。それは地域の企業と一緒に取り組むこと、そして地域に残る商品やサービスを作ることです。3年間という短期間で成果を出さなければなりませんので、商品を具体的に作っていきたいというふうに考えている企業さん、それ企業さんとリリースまでしっかりやりたいという考えを持っていらっしゃる企業さんと、まあ、私ができることのベクトルがあったところと組んで開発することで、スピード感があって現実的で魅力的な商品作りを目指しています。このような方針で取り組みまして、1年目は食べるケールオイルという商品を開発しました。栗原さんのケールという野菜を使った商品ですが、食品ロスをなくしたい生産者、ケールで商品開発をしたいシェフで商品開発をデザインでディレクションする経験を得たい私のベクトルがうまくあって、去年の4月にリリースすることができています。1年目の活動を踏まえて2年目もさまざまなことに取り組みましたが、今日はその中からピックアップして主な成果をお話しします。まず加工品開発についてです。今年度は1年目に開発して未完成だった栗原外ごはん新子餅ポンポンのブラッシュアップに取り組みました。この商品は栗原の餅文化を伝えるアウトドアフードです。市葉様の餅菓子店もちっこ屋でんさんとコラボレーションしまして、栗原さんの一目惚れの米粉で作る新子餅ポンポンを使い、シラカップで約1分間煮込むだけで簡単に作れるお汁粉と納豆餅に仕上げました。栗原市では地球をでっかく遊ぼうのキャッチフレーズで、ふるさと財団の地域再生マネージャー企業を活用して、今アドベンチャードレブトラベルと連携した食のコンテンツ開発に力を入れています。この商品はその取り組みの中で開発したもので、四季折々のアウトドアを楽しみに栗原市を訪れる人たちに栗原らしい商品を持って出かけてほしいという思いで開発しました。今年度は消費者へ試食アンケート調査を取りながら味の改良を行うとともに、作り方の PR 動画やリーフレットなどの販促物を作りました。またコンテストにも応募しまして、仙台市産業振興事業団が主催する第10回新東北宮城コンテストで190商品の応募の中から上位50商品に入賞いたしました。また栗駒山麓ジオパークの認定制度、栗駒山麓の恵み商品にも認定をいただきました。来年度は本格的に販路開拓に取り組む予定です。加工品開発の他にはテロワージュ栗原というツアーを2回開催いたしました。テロワージュ栗原は栗原の食材の産地を訪れて生産者と交流しながら、シェフが特別に作る料理を栗原のフードと一緒に味わっていただく食の体験ツアーです。食のコンテンツの一つとして高価格帯のツアー造成に取り組んでみたかったのと、イベントをディレクションする経験を積みたかったので、企画から当日の上まで現場のリーダーとして担当させていただきました。2回やったうちの7月の会では食べるケールオイルの開発を一緒にやった焼きカフェの焼きろシェフ、それから東牛さんで地酒メーカーの笠間康道先生とのコラボレーションで初めて野外で開催しました。秋には釜戸屋のこと栗駒高原ファームの加藤さんと一緒にもみがら釜戸でご飯を炊いて栗原の秋の味覚を味わってもらうツアーとして開催しました。1年目から全部で3回テロワージュ栗原の企画と運営に関わってきましたが、シェフや生産者坂倉さんと一緒になって一つのツアーを作り上げる経験、そしてそれを商品としてリリースしてお客様に評価いただく経験が得られています。
3つ目としては、活動先の栗原ファーマージョークさんが宮城県から受託した事業を一緒に取り組みました。栗原未来レシピ開発合宿という地域の課題解決をテーマにして、大学生などの若年層を対象にしたワークショップや合宿をする企画です。今年は全部で6つの企画をやったのですが、その一つで、栗原候補パン開発プロジェクトというのをやりました。有限会社パレットさんと、私が前職でお世話になっていた宮城大学食産業学部の金内先生の、学生さんとのコラボレーションで、栗原市内から採取した工法を利用してパン作りを行う産学連携のプロジェクトとして取り組みました。では4年度から継続した企画だったんですけれども、栗原市内の神社の桜の木から採取したサンプルを、大学生の方に、研究室で培養して酵母を作ってもらいまして、それを、今年度はパレットさんと一緒にパンの試作ということでチャレンジしました。今後も試作を継続する予定で、もしクオリティが高いものに仕上がれば、期間限定とかで商品化ももしかしたら検討できるかもしれません。他にもですね、さまざまに取り組みました。複数のプロジェクトを並行して進める力、努力支援を経験する力が詰めたかなと感じています。3年目はですね、新商品の、開発をして、漢方和牛、漢方三元豚を生産している、株式会社大地さんとのコラボレーションで、栗原サムギョプサル、栗原サムギョプサルというセットを開発する予定です。またこれまで開発した商品の販路開拓も行っていきます。それから、なりわいにつながるような専門知識を学んで、できる仕事のバリエーションも増やしていきたいと思っています。いよいよ4月から最後の1年です。協力隊の任期が終わるときに、これからも一緒に仕事をしていきたいと言っていただけるような関係を、栗原の人、企業と作っていけたらと思っています。そう思っていただけるように、成果が残る活動をしていきたいと思っています。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上をもちまして、すべての業務退院の発表が終了となります。会場の皆様におかれましては、本日せっかくの機会ですので、この後開催されます交流会にもぜひご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、令和5年度栗原市地域おこし協力隊活動報告会を終了といたします。ご参加いただきありがとうございました。